皆さんこんにちは、こんばんは、実談クラブです。ようやくですね、喉の調子が元に戻ってまいりました。いや、長かったですね。まあ、あくまでも前回に比べての話になってしまいますが、幾分ですね、聞き取りやすい、いい音声でお届けできるかなと思います。いろいろご不憫ご心配おかけして申し訳ございませんでした。さあ、第7回目の今回なんですけども、主に内装の部分を取り扱っていきたいと思います。今映像で流れているのは、言うまでもなく内装材の塗装ですね。第1回目の時に昔のタクシーみたいな感じの内装にしたいなということを言ってたんですが、それを現実化すべくセミグロスの黒に染めようということで思い越しを上げました。わざわざこんなことをする必要はない、そんな捉え方もありますが、どうしてもですね、この素材であるグレーの内装色っていうんですかね、これが気に入らないというのがビュートという車を購入する以前から不満としてありました。不満といっては光岡さんに失礼ではあるんですけども、自分の思い描いているビュートという車の存在価値そのものですね、それに対して軽装色をそのまま用いたこのグレーの内装っていうのがどうしてももったいなくて、できればここだけはやっておくべきかなという気持ちがあったんですよね。なので今回は願望や夢といったものの小さな実現ということにもなりました。自動車が生産される現実的な問題などいろいろなことを考えると、やはり自分の思っていた通りのイメージの車っていうのはそうそう巡り合うものではないのですが、ビュートというものはですね、金色のビュートの方でもお伝えしているんですけども、なぜかですね、その制作思想というかその辺にも惹かれるものがありまして、そうこう言ってる間にもう30年ぐらい経ってしまったというのが実際のところなんですけども、上手だ下手だということはともかくとして、思うような形で表現できる時が来たということで、まあとにかく嬉しかったですね。それで肯定的なことなんですけども、本来であれば染め球などで染めるのが望ましいかなとは思ったんですが、今回は密着ロンを吹き付けた後に2液性のウレタン塗料を半光沢にして、そしてこうしたエアバッグの部分や弾力性のある部品ですね、そういったところには染め球を使ってみました。乾燥した後に剥がれに対しての比較をしてみたんですけども、もう案外ですね、2液性のウレタン塗料を吹き付けた内装材の部分もそれほど剥がれやすいというイメージはなかったですね。ただどうしても厚みの発生する塗膜ですからね、意図的に剥がそうとしたり強く引っかいたりということをしますと、グレーの地肌が出てきてしまいます。そういった面を懸念するのであれば染め球の方が無難なのかもしれません。わざわざ精魂を込めて作り上げる、大切な車ですからね、自らそういったことをするということはないと思いますが、まあ剥がれたらまた塗り重ねればいいやなんていうような、ラフな付き合い方っていうんですかね、そういう感覚もありなのかななんて思ったりもしております。まあ何にしても形成剤が擦れてしまえば発火したり傷がついたりということはない話でもありませんので、こういったこともですね、車と触れ合うといったことにおいてはまんざら間違った接し方じゃないんじゃないかななんていう感じもしなくはありません。
実は重大発表になってしまうんですが、今後バンパー含んだリア周りですね、フロントフェイスを移植するなんていうことがですね、戯れのように思えるぐらい手を加えていくことになるんですが、この内装を含めてですね、相当量の手間がかかってしまいました。マーチボックスをビュートワゴンにするといったこの企画、一体どこを基準に言っているんだということを自分に問いかけたくなるぐらい、フロントフェースを交換する作業が占める割合っていうのがかなり数値的に低いものになってきてしまいました。自分で言うのもなんなんですが、始めた当初はフロント周りを交換するだけのつもりだったんですけども、まあ何事そうではあるんですが、始まり出すと止まらなくなってしまう、どうしようもない性格も手伝って、それこそ購入から1年以上経過してしまったという大イベントにまで発展してしまいました。形にこそなってきて満足いくものには仕上がりはしたんですが、ここまでですね、大企画になるとは思っておりませんでした。まあとは言ったものの、逆に言えばですね、大なり小なり失ったものはあれど、今になって思えば理想を形にすることはできたわけですし、夢を叶えたというふうに前向きに捉えないと、明日というものが楽しいものでなくなりかねない、そんな気持ちだったりいたします。まあせっかくなら何に対しても良いように解釈できるよう自分をカスタムメイドしておくのが何より得策だったりするのかもしれませんね。いつの間にか桜の花びらが舞い降りる季節になっておりました。まだ寒い日はあれど、この日は暖かかったようで、いつになく軽快な服装で作業に取り組めていたみたいですね。以前もお伝えしたことがあるかと思うんですが、私ですね、首から腰にかけて4箇所ほど爆弾を抱えておりまして、寒さな
などによる冷えですね、その冷えに対してちょっと甘く見て無理をしたりすると身動きが取れなくなってしまうというような状況に陥る時が多々ございます。なのでちょっと冬っていう季節お好きな方には大変申し上げないんですが、私自身個人的な考え方としては、冬はなくなっちゃえばいいななんていうふうにですね、もうかれこれ20年ほど寒さに苦しめられている状態でございます。で、場面の方はカーペット部分ですね、いわゆる床面のカーペットを剥がしているところなんですが、剥がしているといっても別にボンド付けされているわけでも何でもなくてですね、言ってみればカチッと肩にはめられているかのように置かれているといった感じです。それでこのカーペットっていうのは生産過程において一番最初に組み付けていく部分らしく、シフトノブやサイドブレーキ、そういったものをトンネルをくぐすようにかぶせてあるといった構成になっています。なのでシフトノブやサイドブレーキであればなんとかなるんですが、オーディオコンソールの裏側の方ですね、そこの部分を切り裂いてしまわないとこのカーペット自体引っこ抜くことができなくなっています。ちょっと罪悪感を感じたりもするんですが、装着してしまえば全く見えなくなってしまう部分なので、気になることはなくなると思います。罪悪感があろうがなかろうが、ここだけはですね、切り裂かないことにはカーペット自体を外すことができないので、致し方ない工程だなと思います。で、今頃にはなってしまったんですが、何のためにそのカーペットを外していたかというと、要するに内装を黒にしたいという私の願望を叶えるべく、カーペット自体に着色してしまおうということで取り外しが必要になったわけですね。室内に装着したまま色を塗るっていうこともできないことはありませんので、ここまで手間をかけたくないなっていう方であっても取り外すことなくできる作業でもございます。で、今回カーペット塗装する際、こちらも染め球などで染めることは望ましいと思うんですが、実験的な意味合いもありますし、ダメだったらまた黒のスプレーを吹きつければいいやっていうような感覚で行いましたので、ラッカースプレーを薄く乾燥をこまめに取りながら塗装していくという段取りを選びました。幾分剥げやすいっていうような欠点はあるかもしれませんが、ところどころそういった剥げた部分とか色落ちしてしまった部分っていうのにリカバリーしながら乗っていくっていうことも全然可能ですし、私が説明している以上に塗装の剥げっていうのは著しくもございませんので、気にならなければそのまま乗り続けていくことも十分可能な程度でもございます。続きまして塗り上がった内装部品ですね、そちらをもとにメーター周りを整えていくことになります。ヤフオクでビュート専用のメーター周りの部材を購入したんですが、それに木目調のパネル類が一式で付属してまいりました。ちょっと色あせが激しかったことと、木目調パネルではなく、なんて言うんでしょうかね、ステンレスやアルミを削り出した地肌のようなヘアラインっていうんですかね、ああいった形で表現できたらなと思いましたので、これは木目ではなく最終的にはそういったヘアライン調のラッピングシートなどを用いていきたいと思っております。しかしその後付けのダッシュボードを取り付けただけではビュートのメーターっていうのは再現できなくて、その部品と取り外したマーチの部品の間に、いわゆるガラスのようなカバーですね、それを設けないとスカスカになってしまいます。っていうのはなぜかというと、
マーチのメーターに装備されているアクリル板をそのままピュートのその部材に組み込もうとするとちょっと厚みがありすぎてぶつかってしまうんですよね。それでダッシュボードに収まらないというような状況を作ってしまいます。要するにマーチから外したメーターのアクリルカバーを外し新たに透明のカバーを作って取り付けていかないとピュートのメーターパネルっていうのが再現できないっていうことですね。今回は1ミリ厚のアクリル板をメーターの形に切り抜き周りをグルーガンで留めるといった方法を取りました。ウインカーのランプっていうのもピュート専用に作られているものが装備されていますのでそれが機能するようにですね、メーターの裏側から配線を取り出してつないでいくっていう作業をしないといけません。なんだかんだとここは難しい作業が続きましたがいざ部品を手元に取ってみるとなんとなく分かってくるそんな感じでもございますので、単にですね K11 のマーチでビュートのこのパネルをつけてみたいなっていう方いらっしゃいましたらやってみる価値は十分あるんじゃないかなと思います。いよいよ変貌が手に取るように分かるそういう状況になってまいりました。今回の目玉でありますこの工程なんですがちょっと古い感じのタクシーみたいな内装といったテイストで仕上げていきたいなというのが頭にありましてドアの内張りですねの方も一通り張り替えていくということにいたしました。まずプラスチックのカバー類というか装飾類ですねそういったものを全部外していきます。ちょっと映像の報告の方が前後してしまってるんですがもうすでにですねこの外したプラスチック類っていうのは冒頭で黒く塗装が済んでおります。そしてこちらがあらわになったドア内張りのコアの合板になります。今回はそれほど汚れていなかったのでマーチの元々の表皮っていうのは外さずにその上に新たな表皮でくるんでいくというような形を取りました。その合板と合皮の間にですね1センチ厚のスポンジバリアを挟み込んでいきましてちょっとふわっとした感じの表現をしていきたいと思っています。合皮そしてスポンジバリアこういったものは今やネットでも購入できますのでね、私はホームセンターで見て触って購入しましたがそういったことを別に気にしないのであればお家にいながら材料を揃えることができますので今までちょっとやってみたいけどなかなか思い切れなかったという方々も決して成功法ではないかもしれませんがこうした手間だよこうした仕組みだよっていうのを参考にしていただいてですね着手してみるなんていうのも楽しみの一つとしてはありなんじゃないかなと思ったりもしています。部品の取り外しさえしてしまえばそれほど難しい作業じゃありませんので自分の車が自分の手によって変貌するなんて喜びももしかしたら案外考えているより簡単に手に入っちゃうかもしれません。とにかくやってみるということだけを前押ししているわけではないんですけどもやったかやらないかというだけで振り返った時の景色がほんの微量であっても変わっているなんて事実なくはないような気もいたします。こうした場面だけを見るとまるで大きなプラモデルを組み立てているような感じにも見えてきてしまいますが
なんて言うんでしょうか、既製品で出来上がっているものをつけるというのと、自分で採寸したり裁断したり、その工程を挟み込むだけで、やっていることっていうのは同じなんですよね。ネジ1本、ボルト1本、布1枚、そうしたものももちろんそうですが、その既製品が作れるか作れないかっていうのは本当に大きな問題でもございますし、まあそういった全てにおいての材料とか道具とか作ってくださっている方々には本当に感謝申し上げます。それであってこそ私たちはこうした楽しみに取り組んでいけてるにすぎません。本当にありがとうございます。そうしたことを踏まえた上で、考えてみるとですね、ある意味で、ちょっと重い腰を上げてみるだけで、今まで自分にできないと思っていたことがやってみたらできたよというようなことにも掘り下げていけばつながるわけでございます。何にしましても自分一人の力では物事っていうのは収まりがつくものでもございませんので、何と言うんでしょう、そうしたですね、全ての物事に対して感謝をしつつ、今回はここで終わりにしていきたいと思います。次回はマーチボックスをビュートワゴンにするといったこの企画の発端自体を根底から覆すような、発想に至ってしまった経緯と状況をですね、ついに報告することになると思いますので、どうか楽しみにしていただけたらなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。